我は最果ての魔王ディープブリザードである。今回は名前は聞いたことがあっても実際にはどう使っていいのかがわからない、使っては見てはいるけれどもどう使うことが正しいのかわからず、なんとなく使っている機能トップ3に入ると言われておるグラデーションマップについて解説を行っていこうと思うのであるぞ。非常にな難しい機能であったりややこしいように見えるものではあるが、理解さえしてしまえば簡単に、そしてよりよく使いこなすことができる機能なので、この講座を見てぜひ覚えてほしいのであるぞ。ではグラデーションマップについて解説を行っていこうと思うのであるぞ。まずはグラデーションマップとは何かについて話をしておこうと思うのである。グラデーションマップとは、画像の明度を設定したグラデーションの色に置き換える機能である。画像の明度、つまり色の明るさ暗さだけに適用されるフィルターになるので、カラーのイラストであったとしても色素、つまり赤や黄色や青などの色は無視され、その色が持つ明るさだけを参照して色をつけることができるという機能になる。なので今回は分かりやすさも含めて無彩色、灰色のみで作ったイラストで解説を行っていこうと思うのであるぞ。今回描いたこのリンゴの絵、この通り明度100、つまり真っ白の状態から明度20、ほぼ黒の状態の5つの段階を使って絵を描いている。この明度ごとに色を割り当てることでモノクロのイラストに色をつけることができるようになるのであるぞ。ではつけ方であるが、レイヤーのメニューから新規色調補正レイヤー、そしてグラデーションマップを選択しよう。するとこのような画面が出てくるので、例えば仮に虹をダブルクリックで選択しよう。するとこの通りサイケデリックな絵になってしまったのがわかるであろうか。このグラデーションマップの一番右側を見てほしい。右側の部分には赤色が指定されている。ここは明度100の時にどのような色にするかを指定しているのである。なので背景の白やリンゴの明るい部分は赤色になっている。そして明度80、明るいグレーの時にはピンク色になるように指定がされている。なので明度80の部分が同じピンク色になっているのがわかるであろうか。他も同じような条件で色がつけられているのである。ではグラデーションマップを使って実際に明度に色を割り当てていく作業をしていこうと思うのであるぞ。白黒というグラデーションマップを現在選択している状態になっている。この状態だと1100、つまり明度が100の時、この真っ白の時には白色、10、つまり明度が0の時には真っ黒になるということを表示している状態になっている。なのでまず1100、この明度100の一番明るい部分はリンゴのハイライト部分になるので、明るめの黄色を選択して OK を押す。するとこの通り黄色から黒へのグラデーションが自動で生成された。180、160、140、122、それぞれグラデーションのポイントをセッティングしておいた。この矢印キーを押せばポイントを置いてあるところに自動で移動することができる。もちろんこの矢印をクリックしても移動することができるが、クリックするとこんな風にちょっと数値がずれてしまうことがあるので、この矢印を使うと調整が楽である。明度80、リンゴの明るい部分を色をつけていこう。リンゴなので明るめの赤色を選択して OK を押す。するとこの通り先ほどまではややくすんだ黄色だったのが赤色に自動で変換されたのが分かったであろうか。次は明度60、リンゴの影色部分を選択している状態で濃い赤色を選択しよう。リンゴの影の部分に色をつけることができた。同じように明度40の部分はリンゴの枝の部分なので茶色を選択し、明度20の部分は影色にしたいので、今回は比較で分かりやすくしたいので濃いめの青を選択しよう。するとこの通り明度の位置に合わせたグラデーションマップが生成され、リンゴやリンゴの影に指定した色がきちんとついているのが分かったであろうか。色がつけ終わったら OK ボタンを押そう。すると
先ほど作った調整レイヤーというのが生成されているのがわかるであろうか。この調整レイヤーの下にある部分の絵は全てこの調整レイヤーの影響を受けるという状況になっているのである。また普通のレイヤーと同じようにクリッピングマスクなども適用することができるので、下のレイヤーでクリッピングを適用するとこのリンゴの絵が描いてある部分にだけグラデーションマップが適用され、先ほどまでであれば背景の白も黄色になっていたのがリンゴのハイライト部分にだけ黄色が適用されたというのが分かったであろうか。先ほどはアニメ塗りのパッキリとした陰影でグラデーションマップを作ったが、このようにリンゴの本体部分に柔らかいグラデーションがかかっている場合、先ほどのグラデーションマップを適用すると滑らかなグラデーションが生成され、指定した色の中間色がきれいに再現されているのが分かったであろうか。この通り使い方と数字の意味さえ理解してしまえば、グラデーションマップを使いこなすというのは非常に簡単であるというのも分かったであろうか。では次のコーナーで実際にキャラクターにグラデーションマップを使って色をつける方法を実践していこうと思うのであるぞ。こちらが今回教材として配布をしているグラデーションマップで色をつける用のサンプルデータである。一見グレースケールで描いて瞳のハイライトだけ色を塗っている絵に見えるかもしれないが、このイラストは肌、髪、白目、黒目などパーツごとにグレースケールで色を塗り分けている状態になっている。先ほどと同じように明度100、明度80、明度60、明度40の4段階でそれぞれのパーツに陰影をつけているのである。こうやってパーツごとに分けることで、先ほどやった通りクリッピングマスクを適用し、パーツごとに色相や陰影を簡単につけやすく、そして後々調整をしやすくしているという状態になっているのがわかるであろうか。では実際に各パーツにグラデーションマップを使って色をつけていこうと思うのであるぞ。レイヤーメニューから、もしくはこのレイヤーパレットの左上から、先ほど選んだ通り新規色調補正レイヤーグラデーションマップを選択し、ひとまずこの白黒のグラデーションマップを OK でつけておこう。つけたらこの通り各パーツごとにグラデーションマップをクリッピングして適用している状態にしよう。なのでパーツの数だけ同じように繰り返してクリッピングをつける。これで全てのパーツにグラデーションマップを適用することができた。ここから実際にキャラクターに色をつけていこうと思うのであるぞ。まずは肌のグラデーションマップに色を適用していこうと思うのであるぞ。グラデーションマップのアイコン部分をダブルクリックすると、この通りグラデーションマップの調整をするためのパラメーターが出てくるので、明度100、明度80、明度60、明度40にそれぞれポイントを打っておこう。明度80の明るいグレー、肌のベースになる部分を使って色を置いていこう。今回は置く色などこの通りもカラーパレットで用意しているので、キャラクターの肌のメインになる部分を選んで OK を押せば、この通りあっという間にキャラクターの肌のベース部分に色がついた。では次に明度60、肌の影部分になっているところに肌の影色を指定する。そして140の部分に今回は反射光の色を設定して OK を押そう。そして今回肌のハイライトは白そのままなので、初期設定である白色をそのまま利用した。これでキャラクターの肌を簡単に塗りつぶすことができたのである。同じように髪の毛の部分に適用しているグラデーションマップをダブルクリックして、同じように180、160、140にグラデーションのポイントを打ったら、それぞれの色を指定して置いていこう。これでグラデーションマップによるキャラクターの陰影付けが完了したのである。パーツごとにベースの色や影の色、ハイライトなどを指定するだけなので、最初に陰影のバランスをとっておけば簡単にキャラクターのイラストを鮮やかな色付けをすることができるようになるのであるぞ。
このグラデーションマップで色をつけることの最大のメリットとして、後から様々な色に変更調整することが容易であるという点である。一度作ったパレットなので、肌の色を変更するということも、買いたい色をクリックしてチェックをするだけでできるようになるのである。このように数値を変更するだけで、あっという間に違うカラーバリエーションを作ることができた。ブラシツールなどで色を塗るよりも簡単に、そして正確に色を変更できる点なども、このような色のバリエーションを作りたい時などに非常に役に立つ機能だと思うのであるぞ。最後に、カラーイラストにグラデーションマップを適用し、よりおしゃれなイラストにする方法を解説しようと思うのであるぞ。先ほど色をつけたキャラクターのイラストのデータを用いてグラデーションマップを追加しよう。そしてグラデーションセットというところから、様々なグラデーションがデフォルトでも入っている。今回はデフォルトで入っている空というものを使ってみようと思うのである。この通り様々な空の色を再現したグラデーションが入っておるのである。今回は朝焼けというグラデーションマップを適用して OK を押そう。この通り、先ほど説明した通り、元の色相とは関係なく、色が持っている明度で色を当てはめ変更しているというのがわかるであろうか。まあ、これだとな、あまりにもちょっと色が変更しすぎて元の絵の良さを完全に書き換えてしまっているので、ここでグラデーションマップの調整レイヤーの合成モードをオーバーレイにしよう。そして不透明度 60% 程度にすると、このように全体の色味をバランスよく整えているのがわかるであろうか。こうすることで統一感のある色味にすることができ、よりおしゃれな雰囲気にするということもできるのであるぞ。適用した後でも別のグラデーションセットに切り替えることで、また違った印象にすることもできるである。クリップスタジオアセッツではこのグラデーションセットだけというのもたくさん配っているので、このように様々な偶然性が生み出す面白い色味なども試してみると、絵の表現の幅などがより広がることであろう。というわけで、いかがだったかの。グラデーションマップというものは明度に依存するということ、そしてそれを理解してさえしまえば、様々な効果を使うことができ、そして色塗りが苦手なものにとっても様々な表現方法を使いこなすことができるようになるというのが分かったであろうか。この通り、知識というものは武器になる。なんとなくではなく、きちんと理解することがお絵描き上達の近道であると心得るがよいである。ではでは、なのである。動画のご視聴誠にありがとうなのであった。よければチャンネル登録、高評価、そして SNS のフォローなどよろしくお願いいたすのであるぞ。